こんにちは、早川純子です。絵本すまんというとスコスロノの絵本の原画の整理をしています。この、フィルムは後から貼り込むためのガイドになります。で、これが絵本で使用した原画なんですが、この部分とこのお花の色がついた部分を絵本では使用しています。こういう感じで当時は薄い、和紙に版画を刷って、厚手の紙に仮貼りしている状態だったんですけれども、結構長い間保存している間にシワが寄ってきてしまったので、一回ちょっとこれを剥がして、また厚手の版画用紙に貼り込むという作業を今しています。貼り込んでいるのりは大和のりなので、こんな感じでペリペリっと剥がして、版画用紙がのりにくっついて裏側についているんですけれども、これは後で、水を示した時にのりが溶けて紙の繊維も浮き上がってくるっていう感じで、後で取ってから貼り込むっていう形をしています。